どうも、鈴木ミートです。もうすぐ2022年もおしまいですね。一年お疲れ様でした。そろそろ長期休暇に入られる方も多いかと思います。そこで今回は、年末年始に遊びたいスイッチのおすすめソフトを、みんなでワイワイ、一人でじっくり、そして来年発売の期待作への予習とテーマ別に紹介していきたいと思います。いろいろなタイプをなるべく新しい作品から厳選してみましたので、ぜひ最後までご覧ください。ではまずはみんなでワイワイ賑やかなゲームからいってみましょう。発売3日で国内売上345万本という記録を打ち立てたお化けソフト、未だに売上を伸ばし続けています。前作から順当にパワーアップしたスプラトゥーンは、一人はもちろん多人数でも遊び応え十分です。メインコンテンツでもある縄張りバトルは、インクを塗り合う楽しさはそのままに、バリエーション豊かなステージや追加された武器、スペシャルウェポンにより戦術性はぐんと上がっています。バトルは苦手という人のための協力プレイ、サーモンランも用意がされていて、前作では遊べる時間帯が決められていましたが、今作は24時間勤務が OK になったり、横綱という強敵の出現など、相当な手こ入れがされ、遊びやすい仕様に変わり、こちらもかなり賑わっています。かくいう僕も、縄張りバトルと同じか、それ以上にサーモンランをやっているかもしれません。プレイ人口も多いので、マッチングが素早かったり、定期的なアップデートによる調整も嬉しい限りです。1月7日からは第3回目のフェスも行われます。正月休みからは少しずれているかもしれませんが、それまでに腕を磨いておいてはいかがでしょうか。昨年発売したモンハンライズの大型アップデート版、サンブレイク。新たな拠点に向かい新章が開幕。ガランゴルムやメルゼナといった不気味さも残る強敵が登場し、スケールアップをしています。マルチプレイが楽しいモンハンシリーズですが、本作ではとうとう一人プレイで複数人での共闘が楽しめるようになりました。盟友クエストは NPC が狩猟に同行するという新しいコンテンツですが、意外と AI の精度は高く、オンラインの地雷プレイヤーよりもよっぽど頼もしいプレイをしてくれたりもします。 NPC の組み合わせで掛け合いをしてくれるのも共闘感を高めてくれる良いポイントです。ストーリークエストもオンラインで協力しながら進められるので、サクサク攻略できたりと、マルチプレイの面白さはもちろん健在です。定期的にアップデートで新モンスターやイベントクエストも追加され続けていて、コンテンツの充実ぶりはスイッチ屈指のソフトですので、どっぷりと遊びたければぜひどうぞ。先ほどのスプラトゥーンは発売3日の売り上げ345万本のお化けソフトと言いましたが、こちらはなんと405万本という怪物ソフト。売り上げで面白さは決まりませんが、ここまで異次元の数字であれば面白さの証明書ともなり得るのではないでしょうか。ポケモン最新作はオープンワールドという新たな可能性を届けてくれた傑作です。自由な世界とそこに息づくポケモンたちというだけで当然のように面白くなるのがポケモンの素晴らしいところです。そのオープンワールドの良さを最大限に引き出すための工夫にも注目で、トレーナーと目が合ってもすぐにバトルにはならない。細かいとこまで探索し、時には何時間も粘って好きなポケモンを捕まえたりと、今までのポケモンと共通しつつもとても新鮮で、シリーズファンにも初めて触る人にも伝わる面白さがあります。3つのシナリオも用意され、歴代のポケモンよりも明らかにストーリーに力が入っていたり、グラフィックも最高レベルで、本作が最高傑作という声も少なくはありません。ユーザーインターフェースやバグといった不満も少なからずはありますが、それ以外の面白い要素で余裕でお釣りが出るぐらいなので、迷わずおすすめできる一作です。一人でじっくり遊べるソフトでもありますが、協力プレイのテラレイドバトルは時間を忘れるくらい楽しいので、こちらのテーマに入れてみました。みんなで遊ぶといえば体感スポーツゲームというのは Wii の時代に決定づけられたように思います。そしてこのスイッチスポーツは Wii スポーツの正当後継作品ですから、その面白さに疑いようはありません。ボーリングやチャンバラなど過去作で登場していた種目も Wii リモコンより感度の上がったジョイコンのおかげで競技性がアップしていて、これまで以上に白熱できますし、バレーボールやバドミントン、サッカーといった初登場の新種目はオリジナルのルールでカジュアルに遊ぶことができます。サッカーなんかはレッグバンド対応になったことで、より直感的な操作も可能になり、気軽に体を動かせます。アップデートもついこの前あったばかりで、ゴルフが追加されました。子供から大人まで一緒に遊べるソフトですので、家族とも友達とも、オンラインで全国の人とも盛り上がりましょう。続きましては、長期休暇を利用して集中しながらプレイしたい、一人用のゲームを紹介していきます。一人でじっくりと遊ぶソフトをお探しならば、こちらはいかがでしょう。
アトラスとバニラウェアのコラボによる異色のドラマチックアドベンチャーゲーム。登場人物は13人、その13人それぞれが主人公となり、異なる視点で物語は展開されていきます。追走編で物語を味わい、崩壊編で敵と戦い、救命編でさらなる真相へと触れていくという3つのパートでゲームは進んでいきます。追走編では登場人物たちと会話をしていき、集めたキーワードを思考し、時には変化をさせることで新たなキーワードを入手、そうして13人の主人公たちが抱える謎を解き明かしていきます。謎を解き明かしていった先には、決して交わることのなかったはずのキャラクターたちによる驚きの結末が待ち構えています。ノベルゲーム顔負けのシナリオの深さや重厚さがあるゲームですが、騎兵を使って街を襲う巨大な怪獣と戦うシミュレーションバトルも楽しめます。近接型や遠距離型、支援型などユニットを編成して戦っていき、勝利を収めましょう。ただあくまでこのバトルはサブ的な要素で、街に無数の敵が押し寄せるといったシチュエーションとマッチしたシナリオのライブ感を補完させる意味合いが強いと思いました。美しいイラストやシーンの演出、そして多次元で展開される物語は、小説や映画では絶対に味わえない感動が待っていますので、この長い休みを利用して一気にクリアしてほしい作品です。こちらもシナリオを楽しみたい作品の一つ。ペルソナシリーズ本編はスイッチでのリリースがこれまでなく、番外編のスクランブルだけが発売されるという逆転現象が起きていましたが、去年始まったペルソナ25周年記念の一環として3、4、5と連続してリリースされることとなり、その第一弾としてペルソナ5ザ・ロイヤルが今年発売されました。ペルソナシリーズはどちらかというとダークな物語が多めでしたが、4からは明るめの青春ストーリーも含まれ、万人受けする話が楽しめるようになり、その最たるものがこの5です。世界各地で絶賛され、数ある RPG の中でも最高傑作と押されることも多い神ゲーの一つです。友達と遊んだり恋人を作ったりと、リア充感あふれる学生ライフを送る日常パート、悪党の精神世界に入り改心を目指すダンジョンパート、この二つを繰り返し、はじめは身近な小さな事件の解決だったものが、最終的に世界を巻き込む大事件へと発展していきます。おしゃれなゲームデザイン、一度聞けば心奪われる BGM など、欠点と言えるものもほぼなく、終始楽しくプレイができるでしょう。今回発売されたロイヤルは、無印に3学期を追加したパワーアップ版で、シナリオも深掘りされ、充実度もアップ。来年1月には3、4もリリースされますので、一度クリアした人も、無印しかクリアしていない人も、ペルソナに全く売れたことがないという人も、ぜひ今一度見直してみてください。スクエニが送る完全新規 IP。ファンタジー RPG と農作物を作ったりの生活シミュレーションの2本柱で構成された作品です。人類の生活を脅かす四季を調査し、その脅威を乗り越えるため最悪の真相に迫っていくというストーリーで、しっかりとした世界観や凝った設定が用意されているのは、さすがスクエニといったところでしょうか。本作の醍醐味の一つは農作業で、季節に応じて様々な作物を作ったり、家畜を育てて小屋の増築など、牧場経営の要素が豊富です。とはいえ、牧場物語やスターデューバレーのようなスローライフが楽しめるかというと、そこは意見が分かれるところで、四季が訪れ作物がダメになってしまったり、かなりシリアスで続きが気になるストーリーに引っ張られ、農作業どころじゃなくなるなんてこともあるかもしれません。世界観にマッチした音楽も素晴らしく、自然豊かなロケーションと相まって何をするでもなく癒されてしまいます。バトルはそれほど難易度が高くないので、サクサク進められて切ないシナリオに没頭できるようにできています。ファンタジー感たっぷりの RPG 部分も、進めば進むほど自由になっていく牧場生活部分もバランスが良くて、一度プレイするとやめ時を失うゲームですので、黙々とゲームがしたいならばおすすめの一作です。ここまで紹介した作品とはガラッと変わって、ウルトラ怪獣を育成するというコミカルなゲーム。プレステで一時代を築いたモンスターファームがコラボという形で帰ってきました。バトルや育成など基本的なシステムはモンスターファーム2を原型としており、そちらをプレイ済みであればウルトラ怪獣を育てるという以外には戸惑いはないでしょうし、初めて遊ぶ人でも小1時間遊べばほとんど理解できるくらいにシンプルなものですので、心配はいりません。モンスターファームといえば、音楽 CD を読み込んでモンスターを再生するのが醍醐味ですが、本作では楽曲のタイトルとアーティスト名を入力することでかつての CD 再生を再現しています。他にもスイカやマイナンバーカードなどに埋め込まれている NFC を読み込ませて再生するユニークな機能も搭載していて、何が出てくるかワクワクするというのはこのゲームならでは。
モンスターの種類もかなり豊富で、ウルトラ怪獣はもちろん、モッチやスエゾーなど、モンスターファームからも参戦していて、コラボ作品らしい嬉しい遊び心があります。殿堂入りやウルトラマンとの決闘など、目標はかなり高く、ちょっとやそっとの育成だけではたどり着けませんので、何世代もかけて最強の怪獣を目指しましょう。モノリスソフト開発、およそ5年ぶりのシリーズ最新作。ゼノブレイドといえば厚みのある物語が有名ですが、本作は過去作以上に重厚なストーリーが見ものです。特殊な背景が見えながらも王道でもあり、序盤からクライマックスのような怒涛の展開で一気に引き込まれて画面の前から離れられなくなることでしょう。個性的で好感が持てるキャラばかりで、心理描写もかなり丁寧なので、世界観や設定などは複雑ながらも感情移入がしやすいところはお見事でした。物語もさることながら、探索のボリュームにも目を張ります。雪山や砂漠などフィールドは途方もなく広大で、これぞオープンワールドと言うべき規模です。開発者インタビューでは、歩ける場所は2のフィールドの5倍以上というのだから驚き、木の実やパーツといったアイテムや宝箱は至るところにあるので、探索するだけでも相当の時間を要するのは間違いなく、ロケーションも綺麗で、いつまでもこの冒険を続けていたくなります。バトルはシームレスに行われ、アタッカーやディフェンダーなど割り振られた役割をこなしつつ、側面から攻撃してブレイク、そしてダウン、スタンとつなげチェインアタックを叩き込むというのが基本的な流れで、そこからさらにストーリーが進行するごとに解放されるシステムも存在し、覚える要素は多めですが、それだけに戦い方も様々で、勝利した時の優越感はたまりません。最大7人での戦闘も、他の RPG ではなかなかお目にかかれない賑やかさで、探索の楽しさをさらに広げてくれます。メインストーリーのクリアだけでも50時間以上かかるでしょうし、満足いくまで探索をするなら100時間以上、クエストまで全消化するのであれば150時間以上と、とてつもないボリュームですので、この年末年始にぴったりなゲームだと思います。はい、一人でじっくりと遊ぶゲームについても紹介していきました。そして最後のテーマは、2023年に発売される新作の予習的ゲームを紹介していきたいと思います。ファイアーエンブレムエンゲージが来年1月20日に発売されます。その最新作には、なんと風化雪月の主要キャラクターエーデルガルト、ディミトリ、クロードの3人の学級長がダウンロードコンテンツで参戦することも発表済みです。そんな風化雪月は、教師となって生徒を導き、来たる戦争で勝利を手にするというストーリーで、戦争模様はかなりリアルに描かれており、シリアスで悲劇的な展開がされていました。豊富なキャラクターはみんな個性的で魅力的ゆえに、敵対した時の心苦しさが耐え難いものではありましたが、本作でしか味わえないものでもあります。一周するだけでも40時間はかかり、2周目3周目で別のクラスのエンディングも見たくなるので、最終的には100時間を超えるほどのボリュームになります。来年発売のエンゲージは、 PV を見る限りはファンタジー要素多めの明るい印象でしたので、風化雪月とは少し毛色が違うかもしれませんが、単性のストラテジーゲーム、過去キャラの登場など共通するところも多いので、ちょっとおさらいしてみてはいかがでしょうか。2023年の期待作といえば何でしょうか。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムと答える人も多いのではないでしょうか。昨年に放送されたテレビゲーム総選挙では、ドラクエ5や FF7 を抑えて1位になった疑いようのない神ゲーです。ゼルダの当たり前を見直し作られ、オープンワールドゲームはこのゲーム以前と以降に分けられました。どこまでも行ける真のオープンワールドや、行動に一切の制限のない冒険はゲームの概念を覆すのに時間はかかりません。戦闘一つとっても特攻でゴリ押しして運よく勝てたり、弓矢で遠くから狙撃したりと、正解のない自由さはゲームの一つの到達点と言えるでしょう。100カ所以上の祠や900匹ものコログと、やり込み要素も尋常ではありません。コンプリートに本来は200時間以上はかかるだろうと言われながらも、 RTA で27分でクリア可能だったりとか、人によってボリュームが変わってくるのもこの作品の魅力でしょうか。来年の5月12日には Tears of the Kingdom が発売されますので、ちょっとここらでブレワイをおさらいしてみるのはどうでしょうか。はい、ということで今回は年末年始の長期休暇に遊びたいスイッチのソフトをテーマを分けて紹介していきました。今年は対策ソフトがバンバン出た暑い年だったので、遊べていないものもたくさんあるのではないでしょうか。そんな積みゲーを潰すいい機会、たくさん遊んじゃいましょう。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタン、ぜひよろしくお願いいたします。鈴木ミートでした。